はい、こんにちは、ゆうだです。今回もスーパーマリオメーカー2実況やりましょう。今回こちらのコース、オンオフスイッチの森、スイッチフォレスト。オンオフスイッチを上手に切り替えてゴールを目指そうということで、スイッチネタですね。行ってみましょう。スイッチをまずこれを押すと、まあ、普通のギミックですよね、この辺は。これは、あで進めると。まあ、この辺は普通の展開。で、これを押すと、10コインが手に入って、あ、なんか割とこの、のんびりとした敵を、これ、クリボーでやっつけましょう。で、オン、オフ押して、登れると。わ、わ、わんわん。でも、あー、ちゃーちゃーせっかく階段を用意してくれたのに、何やってんの。で、これでやって、スイッチを押しつつ、右に移動ですね。こうですね。はいはい。ごめんなさい。あ、これは、押しとく必要、あ、ダメか、ダメか。だから、これでグリーンと言って押す。はいはいはい。なるほど。わだ、ちょっと危ない危ない。中間ポイント。これはどのタイミングで押せばいいのか？今押したらあかんね。で、押して右。はいはいはい。結構、あ、ちょい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 、やめてやめて、あはやらせあ、こいつに邪魔されてスイッチを押さないようにしないといけないですね。スイッチを押して右に移動して、あ、怖い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 。この辺でちょっと休憩、待機しつつ、待機しつつってことですね。待機したい、一気に右。あ、で、これはスイッチ押して左。あ、右か。あ、ほほ。ほい。はいはいはい。実況とね、あとね、あ、クリアですか。ありがとうございます。あっという間にクリアしてしまった。ありがとうございます。よくできたコースでした。コースクリア。ありがとうございます。はい。というわけで、オンオフスイッチでございました。もしよろしければね、面白いコース、これやってみてくれよ、いうやつがありましたら、コース ID などコメントしていただけるととっても嬉しいです。チャレンジしたいと思います。はい。それでは、もしよろしければ、高評価、チャンネル登録などしていただけますととっても嬉しい、いうやつです。はい。それでは、次回の動画でお会いしましょう。いうやつでした。またね。バイビー。